日はしのごの You チャンネルにようこそおいでくださいました。先ほど旗とあることに気づいたんです。僕が5年前、とても寒い日にある人の自宅を訪ねて、僕が研究しようとしていることを、まあ、聞いたんですね。で、その方はとってもそのことに詳しくて、たくさん本をくれたんですね。ここにあるこの人山の本が全部その時にもらったものですけれども、その本をくれた方が、この方です。福太郎と、まあ、書いて、あって、表紙を見ると、福富太郎さん。名前が書かれているわけですね。昭和の、キャバレー王と、まあ、まで言われたものすごい実業家であり、そして生涯をかけて、日本の素晴らしい美術を、集めていた方だったわけです。まあ、僕の、研究の話はすごくもう長い話。いっぱいいい材料をもらったわけですけれども、今、東京ステーションギャラリーで福富さんが生涯、集めた素晴らしい日本美術の髄が、展示されています。僕はこれからその展示を見に行こうと、思っているので、その前にこの、素晴らしい本の山を取り出し、ちょっと誇りを、はたいて、今見直そうと思っているところです。よいしょと。ああ、重い重い。当時僕は銀座の文学史を書こうと思っていて、もうとにかく銀座が文学作品に描かれればそれを集め、もう引き出しに入れて、もうデータ化して、まあいろいろこういう資料集めをしていたわけですね。で、その銀座のこの実際の街、街がどういうふうに、まあ、明治から昭和にかけて変わったか。で、その、まあ、生き証人として福富さんがいらっしゃるということは知ってたので、福富さんの家を2016年2月の22日、冬の寒い日に、訪ねました。で、そこに、まあ、4時間ぐらい、リビングに、まあ、迎え入れていただいて、お茶を、美味しいお菓子をいただきながら、ずっと話を、聞かせていただきました。で、その話をですね、僕が一番、まあ、知りたかった、敗戦後、つまり日本が、まあ、占領時代、7年間の、進駐軍が、日本にいた時代の銀座。まあ、その中で、まあ、育った、福富さんの、まあ、生の体験ですとか、彼どういうふうに、まあ、どういうことをそこで学び、ものすごい実業家、として育ってたかっていうことを、聞きたかったわけですね。でも、それは本当にもうお腹がいっぱいになるぐらい、とってもいい話を、聞かせてくれました。まあ、15歳、16歳の、福富青年が、銀座に、もう飛び込んでいて、まあ、15、6歳ぐらいでボーイになり、16歳から17歳に、中華料理店だと喫茶店で働き、19歳で、ダンスホールのマネージャーに抜擢されるわけですね。ものすごく、まあ、生来の彼の、温かい、人格というか性格ということがすごく認められ、アメリカの兵隊たちにもすごく可愛がられ、そして可愛がられただけではなくて、いろんな商売、まあ当時でいう闇ですね。闇市で、こう、ものをバーターをしながら、少しずつ、元手を作って、で、そこから、キャバレーを自分で26歳の時に独立をして、神田を振り出しに、全国で44まで、店舗を作っていくわけです。戦後の本当に厳しい、もう綺麗事ではこう語りきれない、時代を周りの人たちにもちゃんとそういう利益が渡るように引っ張りながらたくさんの従業員を抱えながら大企業を作っていたわけですね。彼らはね、米軍なんかですがね、はい、口も聞けませんよ。ああ、そうでしょうね。僕ら闇屋だからね、ジャストメリッツはちょっと待ってでしょ。はいはいはい。GI はジャストメリッツって言うんですよ。ほうほう。だから僕はね、はい、ジャストモーメントプリーズって言うんですよ。はい。それは丁寧になるですね、丁寧になる。怒らないからね。で、武士、闇武士買うから、はい、シガレットとかね。それからワンダーラケーキって言ってね、はい、1ドルでね、うん、これくらいの30センチ四方のね、うん、ぐらいのね、カステラにチョコレートぶっかけたやつをね、はあ、1ドルで売ってたんですよ、はい、それを我々が1ドルで買って、うん、喫茶店持ってくと1000円で売れたんですよ、はあ、すごいですね、うん、だすごい20円ですね、はい、
その何でもやりますよ、ペックスが出るものは、はいはい、僕はスラックス、ギャバジンスラックス、はいはい、これが一番売れるんです、日本人がね、ギャバジンスラックス買ってきてくれって言うとね、1000円からコミッション払うわけです。それは、うん、あの下っ端のアメリカの兵隊さんに GI に、ね、GI この行って買ってもらうんですね、うん、もうそういうので専門でね、そういう場所があるんですよ、並木通りってところにね、うん、GI の闇屋が、はい、日本ビジネスって来るんですよ、なんかビジネスねえかと、オッケーオッケー、すぐ裏に連れてってギャバジンスラックス、はい、買ってきてくれと、えらい重きしました私は、うん、その時ね、はい、だけどブラックマーケットだからね、はい、捕まりますよ、うんうん、最後にはね沖縄送りになっちゃうんですよ。あ、沖縄行って3泊4日っつってね、はい、3日間止められてまた飛行機で帰ってくるの、重労働やらされるの、はい、沖縄でね、はい、僕は子供だから勝利って言われてるからね、はい、逃げてっちゃうからね、捕まんなかったけど、はい、まあ、それで儲けましたよね、私は随分3時間半ぐらいその福富さんのすごく面白い話をあの聞かせてもらったんですけど、その中に彼があの出会った人たちの話が一番面白かったんですね。銀座には文藝春秋もあり、新聞社がたくさんあって、まあ、いわゆるそのこう情報発信地だったわけですけれども、そういう文学者たち、音楽家たち、いろんな人たちとまあ交流するわけですね。長井花風がどういうキャバレーが好きで、どういうキャバレーが嫌いだったかという話とか、江野周作、とはすごく仲良くて、30歳の時に胃潰瘍を、患ったということですけれども、本当に大変な状況。で、遠藤さんにとてもいいお医者さんに紹介をしてもらって、まあ、命拾いをしたという話もしてくれましたし、野坂昭之が実はちょっと嫌なやつだっていうような、ちょっと辛いあの人の評判とか、そういう話をすごく具体的に自由にあの自分があの生きたそのこう人生のこう甘いも酸いも思い出しながら、本当に自由に何時間も、多分もう夕方とても寒い日だったので、夕方夜ちょうどこう夕食の時間ぐらいに差し掛かったわけですけど、ここでちょっと帰った方がいいかなと思って失礼をしましたけれど、多分もうずっとそのまま5時間でも6時間でもずっといろんな話をしてくれたのかなというふうにとても懐かしく思い出しています。亡くなられてもう3年が経つわけですけれども、東京ステーションギャラリーで本当に初めての全体像ですね。福富さんがコレクターとして培った自分の経験から、本当にこう一つ一つこう切り取ってきたこの感性とか知識とか、そういうものをこう結集させ作った福富コレクションが見られるということで、まあ銀座のことが知りたくて福富さんのところに行った私が、今日これから、その素晴らしい展覧会を見に行こうと思っているわけです。山下さん、この大きな屏風、幼魚という、はい、あの作品ですけど、とても素敵ですね、はい、そしてちょっと何とも言えないちょっと不思議な、はい、あのこう映像に見えるんですけれども、はい、どういった背景とか、はい、どういうことを伝えようとして作られたものなんでしょうか。これはもう清方の作品の中でも、もう異色作ですよね、うん、
大正9年、はい、第2回定典、まあ、オフィシャルな展覧会に出品されてね、で発表当時は、まあその賛否両論あったんですよ。ほうほう、うん、で特にね、これがあのベックリンという、画家の模倣じゃないかっていうふうに言われたりもしたんだけど、清方はそれに対して、いや私はそんなことそんな絵は見てないって反論してるんですけどね、うん、それは清方の言う通りだと思うんだけれども、うん、でもこういうヌードっていうのは清方はほとんど描いてないから、ラフ図なんですよね。そうなんです。あと人形という、こう画題テーマそのものがやっぱり西洋の、ね、うん、ものでもあるわけですよね。でもね、これは伊豆教科、はい、の、まあ、幻想的な世界みたいな、はいはい、ものに感化された。そうですね、まあ、それもあの翻訳文学からということ、うん、人形そのものは、そうそう、まみれのようなものが江戸時代にありますけれども、うん、人形のこの形そのものが、ね、うん、というかね、まあ、こういう妖艶な女性像っていうのが大正時代にはすごく流行ってたんですよね、うん、なるほど、うん、これがまたあの福富さんの好みなんですよね、やっぱりね、はい、この憂いを帯びた顔であり、この憂げ毛でありね、はい、うん、素晴らしいものだと思います。素晴らしいです ね、 ですね。特にこの顔になんか目がいく感じが、うん、あのちょっとこの、あの瞳のところを、うん、下をこう白く開けてるから、そうですね、ちょっと三白目にちょっと見えるところですね、うん、それの表情が独特ね。あと小魚を持って始めて、そう、今さっきあの気になってたんですけど、こう捉えてるわけですね。そうそうそう、この魚に触れる、うん、非常にしなやかな手を持った女性、うんうん、これすごくあの面白くて、これはやっぱり日本の感覚だなっていうふうにちょっと今見て思ったんですね、うん、はい、そのしなやかにその、うん、魚をこう手に取って、でもおそらくまた放流をするす、ね、っていうことですよね、うん、だからそこがあの非常に、まあ、西洋 の、 その人形 の、 あの19世紀のいろんなあの図がありますけれども、うん、一種のこう多分眷属、うん、彼女たち の、うん、彼女 の、 この仲間 の、うん、あの一匹かもしれませんけれども、うん、なんかそれをこうまた戻すっていうこと、うんうん、見る人はどこにいるんでしょうね。私たちは隣の岩に船にそうだ、ね、いるかもしれません。しかし随分尻尾長いよね、この人。そっか、八頭美人。そうね、ちょっとこうなんか見ててこう辛くなる、ね、でもとても美しい図ですね。道行きっていうタイトルがついてますね。これはあの北野恒富っていう、まあ、大阪の画家なんですけれども、あまり一般の人はご存知ないかもしれないけれども、当時大阪ではあの非常に人気があった作家なんですね、うん、でこういう妖艶な女性像を得意にしてたけど、はい、これはまあ特に妖艶というかね、はい、ドラマティックな場面ですね、はい、でこれはあの近松ですね、はい、真珠天皇網島を、ね、まあ、参考にしていただいたということですね。そ、 れそのストーリーに関してはキャンベルさんの方がほど詳しいだろうからちょっと説明してくださいよ。いや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 、それは、はい、もうこの2人がですね、カラスがもう飛んでいて、うん、おそらく7つ の、 あの橋を渡って、うん、まあ、大阪 の、 あの果てに行って、うん、まあ、命を絶つと、うん、心中ものですよね。心中をするということ、うん、福富さん特にこの心中ものが好きなんですよね、うん、そうだったんですか。 そ、 それはご自身が文章でも書き残しておられるけれども、うん、心中ものを集めるわけっていうふうにね。でもそういうドラマティックなその心中ものの場面っていうのは特に福富さんのお気に入りだったんですね。すごい。あとこれ男女ともにやっぱりこれも目だよね。あ、さっきの清方の幼魚もすごい、はい、あの 目の表情があったけど、はい、これもやっぱりこう瞳が上の方にいて下を、あ、
が白目になって、ね、そうですね、この白目になっていて、うん、こう下からこう、そうそうそう、下からこう見上げるようなことが、そう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 、で特にあの女性の図がこう上をちょっとうつろな表情で、うん、もうすでに自分の心意識っていうのがもう、うん、もう揺れていて、うん、まあ、明らかにこう不安定な、ね、まあ、髪の、 あの乱れた髪もそうですけれども、そうそうそう、あの懐も、ちょっとやっぱりこう崩れているし、うん、ローをつなげ、 そして数珠を、右左手に入っているということは、もう、もう近づいているという、そうですね、その瞬間に。でこれも大正時代、大正2年だったかな、の頃だから、うん、この頃やっぱりあの関西でも東京でもやっぱりこういう非常に怪しい感じの女性像っていうのが流行するわけですよね、うん、それとね、これ足の指めちゃめちゃ長いのよ。本当ですねちょっとこうあの時色っていいますか、うん、あのピンクにあのなっているところがすごくまたリアルですね。でこの異様に長い足の指ってね、江戸時代のね蘇我松柏がねそういう女性像を描いてるんですよね。あ、そうですか。常富ひょっとしてそれを見てるかもしれないね。ほうほうほう、ほとんどあの手の指同じような、うん、でこちらの方がもうカラスが、うん、カラスカーと、そうそうそう、はい、鳴いてるところ。でこの2羽はまあ本当真っ黒に描くけど、こっちのカラスはすごい薄い墨で描いてる。これが一層こうなんかこう、はい、運命を暗示するようなね、はい、彼らをこう異界、そうそう、はい、そうなっていく、そう、そんな感じね。そうですね、まあ見事なもんですねこれね、はい、ありがとうございます。1904年に制作された軍人の妻っていう絵ですね。油絵なんですね。ヒトミンコレクションもっぱらあの日本画 の、うん、あの美人画が有名ですけれども、うん、実は油絵、明治の油絵の素晴らしいコレクションもあるんですね、はいはい、その中でもこの軍人の妻っていう作品をね、ヒトミさんが特に思い入れが深かった作品です。それはどういったことですか。あのこの三谷邦四郎っていう画家は今ではまあちょっとあんまり知ってる人は少ないけれども、うん、福富さんはね、そのこの画家の初期作が欲しいっていうのをずっと思ってた、うん、そうなんです、うん、だけどこの絵は実はね、随分長い間アメリカに渡ってた、うんうん、ところがアメリカに渡ってたのが売りに出て念願かなってこれを手に入れた、でしかもこの戦争を題材にした作品っていうのは福富さんやっぱりすごく思い入れが深い、うん、まあこれは日露戦争だけど、うん、あの第二次大戦にまつわる、うん、コレクションもあったし、ちょうど中学生の時に敗戦を迎えるわけですね。でそこから彼の人生が本当にもう15歳16歳ぐらいから立ち上がっていく、しかもお父さんが大事にしてた清方の掛け軸を空襲で焼いてしまったって、そこからスタートするわけですからね。で、この作品念願かなって手に入れて、そしてアメリカから帰ってきて、はい、でずっとかけて見てるうちに、実はここに右目にほんの一滴だけ涙が描かれてるっていうことに、これ白い点が、うん、気づくんですね。左目にもちょっと外側にちょっとこぼれようとしているかもしれません、はいはい、ここに描かれてるのは、うんね、つまりどういったことなんでしょう、うん、これはだから亡くなった、日露戦争で亡くなった夫の遺品が帰ってきた時の、はい、涙ぐんでいる様子ですよね。軍刀と、帽子ですね、帽子ですね、おそらくその下に、うん、まあ、制服の一部かもしれません。そうですね、あの何かが置いてあるわけですけれども、はい、そこを、参謀のようなものに置いて、うん、そうですね、何をしようとしてるのか、まあ、帰ってきた夫の遺品を見て、まあ、呆然としている様子でしょうね。あ、まあ、仏前仏壇にお供えをするとか、うんうん、何かそこに置いて飾る、そうでしょうね、若いあの妻、そうですね、奥さん、若い綺麗な人ですね、うん、だから
なんかそういう実際にそういう、日露戦争で亡くなった人の遺品が持ってきたみたいな報道とかがあったのかもしれませんね、うん、これが一番この軍刀が、うん、まあご主人の魂そうです、ね、のようなあのものとして若い妻が、うん受け止めているということですね、うんうん、実に美しい、まあ、いかにも明治の油絵っていう感じのねどういったところこういう暗い色調でね、うん、で福富さんはそういうのが好みなんですよ、はい、あの黒田清輝みたいなあのいわゆる外交派っていう、うん、外交派、うん、って言われるものにはあんまり興味なかったんですね。深みちょっと私あの図録で、うん拝見した時これ黒い、うんあの着物かと思ってましたけれども、うん、なんかちょっとこう小豆色って言いますか、ね、ちょっと深い、紫色、そうですね、なかなかね実物見ないとよくわからないですね。でも今回の展覧会こんだけ近寄って見れるからいいでしょ。素晴らしいです、この展覧会は本当に、うんあのうん、もう満腹と言いますか、うん、あの本当にあの、まあ、眼福を得るという意味だと思いますけど、うん、私も満腹僕も改めてね展示が完成してから見てね、はいはいまあ、自分で監修したんだけど、まあ、いい展覧会だなって改めて思った。展覧会の監修者ってあの、まあ、こういろいろ多分絵をあのこう並べてこう、うん、パソコンの中でこう、うん、シミュレーションすると思うんですけど、うん、やっぱり実際にかかると、うん、いや違う違うですよ。これはもう僕の予想をはるかに超えるぐらいねクオリティの高い展覧会だった。それだけ福富太郎の目っていうのがすごいもんですよ。彼らは要するにコレクターって2種類あるね、うん、うんと高いものを買って自慢する人と、はい、そうじゃなくてこんなにクオリティは高いのにまだこんな安く買えるじゃないかっていう。ほうほうほう。福富さんは明らかに後者ですよね。そうか、世間の評価がまだ追いついてないの。うん、それを自分の目で選び取って買っている。それは優れた経営者の目もあり、うん、でもそれだけではそれができないわけですね、はい、やっぱり鑑識が自分の感性ですとか目をあの耕していく、そうそうそう、養っていくという努力も必要でしょうし、自信もないといけないし、そうそうそう、だからもうあの僕みたいなそのアカデミック、あ、もうアカデミックじゃないけど、でもいわゆるアカデミックな美術家の意見とかってもう全然関係ない。あるいは自分の感性であり自分の目であり、はい、でそういう目ではね、僕は図録の中にはっきり書きましたけどね、はい、戦後最高のコレクターですよ、はい、うん、でその福富さんとね最晩年10年ぐらい非常に親しくさせてもらったのはね、はい、とても僕にとってもいい経験でした。羨ましいです。僕は5年前に一度だけあのご自宅に伺って話を伺ったんですけれども、まあ、よかったら店にもおいでよって、うん、まあ、言われましたけど、実際にあの僕はいつもお店に呼ばれて、ね、キャバレーであの会って、そう、まあ、私は事務所でね、はい、あの少し美術の話をして、はい、それから、うん、じゃあ先生飲んでいってくださいよ、ね、ホステスさんとかともね随分馴染みになりまして、そうですか。それは本当に懐かしい、うん、そして、まあ、福富さんの本当にこう講師といいますか、うん、こう分かちがたい、うん、自分のビジネスマンとしてのその一面と、うん、やっぱりその美しい絵を見てもらって何かを感じ取ってもらうということ、うん、どこかでつながっていく、ね、ことも感じますね、うん、いや本当に素晴らしい体験でした。本当に、うん、勉強ありがとうございました。